下手に動くな。静止虚実、一念の間なり、動天元気、超無一角。始めようか。くらえ。避けてね。正義はここにあり。ルールは破るためにある。あんた、ついてこい。絶対に引かん。争いに意味はない。怖くない、怖くない。ラッキースターは誰かな。ランドゥの名のもとに氷雪を越え、気づきしこの志、朽ちることはない。どけ、騒ぎを起こしたくはない。この程度か。いや、誘った覚えはないけど。やれやれ。覚悟しろ。懺悔するといい。待ってないお客さんね。はい。全ては星々の戦隊、星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。行くぞ。ここにあり。あんたの番組。生死虚実、一年の間なり、動天元気、超無一角。ふっはっ。ん、怖くない、怖く。星の祝福をあなたに。懺悔するといい。セバル、どうして。ダン、ごめんね、少し眠っていて。ただ一時的に気を失っただけだ、心配ない。頑固なやつ。でも強かったわ。遅延に足りないのはこういう人よ。見つけた、これが暗号キーだ。気づかれないうちに行こう。今気づかれたよ。これは敵襲警報。後方エリア全体のシルバーメインが敵になる。ここまで来たんだから、たとえ腕が折れても足がもげても、性格をこの目で見てみせる。行こう、エネルギー中枢のところに戻ろう。邪魔する奴は目に物を見せてやる。暗号キーを彼が持ってるって分かってたら、私一人で忍び込んで持ってくればよかったわ。後悔先に立たずだよ、ゼーレちゃん。機械の桟橋が起動すれば遅かれ早かれ気づかれる。
誰かいるのか。ランドゥの名のもとに氷雪を越え気づきしこの志朽ちることはない。この機会を逃さないで。避けてね。ありだ。争いに意味はない。生死虚実一年の間、同天元家超無一角。誰かいるのか。やった。開いた。ありがとう、ターン。いや、少し時間をちょうだい。誰がこのシステムを設計したの？どうしてこんなに複雑なわけ？緊急消防拡散システム、絶対これじゃない。ダンスフロアロックンロールモード、誰が組み込んだんだ。しかも私の曲を使ってるし。機関桟橋制御端末見つけた。よし、エネルギーシステムがオンラインになった。桟橋の端末を操作しに行こう。あのさ、セイバル、桟橋を渡ったとしても向こうにもたくさん兵士がいるんだよね。そうだよ、間違いない。じゃあどうすんの？一直線に包囲網を突破するか、理屈で解き伏せるか、臨機応変に行こう。気をつけて、前にでかいのがいるわ。他に道はない。正面から応戦するしかないみたいだ。私たちはスバローグにも勝ったんだから、あんなの取るに足らないわよね。行くわよ。下手に動くな。気をつけて、前にでかいのがいるわ。
ステージを邪魔しに来たの？私のリズムに乗れ！やれやれ。薬を飲みましょう。感謝する。この曲をあなたに。もっと叫びなさい。避けてね。言うことを聞かないのは悪い子よ。命の重みを味わいなさい。正義はここにあり。懺悔するといい。ランドゥの名のもとに氷雪を越え、気づきしこの志、朽ちることはない。こっからが本番だよ。準備はいい？反抗も陽動も霊落も全部ラッキースターは誰かな？全ては星々の戦、星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。お注射の時間よ。眠るといいわ。私のリズムに乗れ。誘った覚えはないけど。はい。覚悟しろ。ギリした？勝負ありだ。もっと叫びなさい。やれやれ。手の施しようがないわね。命の重みを味わいなさい。準備はいい？反抗も陽動も霊落も全部懺悔するといい。ランドゥの名のもとに氷雪を越え、気づきしこの志、朽ちることはない。待ってないお客さんね。はい。言うことを聞かないのは悪い子よ。痛くないでしょ？すっきりした。正義はここにあり。見事な手術だったわね。エネルギー供給回復、システムオンライン検証開始。早く早くして。
40%、 65、 85、 やっと終わった。これで桟橋を操作する権限が手に入ったよ。急いで。よし、進もう。前線に向かおう。大丈夫なのか？弟もそこにいるんだろう。多分ね。鉢合わせないのが一番いいけど、もしやったら話し合いを試みるしかない。彼を説得できる自信はあるのか？自信ね、3割以下かな。つまりまた武力行使になる可能性があるんだな。うちだっていつも誰かを説得しようとして最後には戦ってるよね。確認したいことがある、セイバル。もし俺たちと弟の意見が割れたら、お前は俺たちの側に立つのか？それはもちろん。お姉さんは有言実行だよ。最後まであんたたちの味方をするって約束したんだから、それを破ることはしない。次の冒険の前に姫子に交渉のコツを教えてもらわないとだね。拳に頼って問題を解決するなんて少女らしい上品さに欠けると思う。弟が入隊してから私たちは喧嘩をしなくなった。小さい頃はいつも私に勝てなかったけど、今は。姉さん、本当に姉さんだったのか？待って、ジェパード、聞いて。保証から報告を受けた時、何かの誤解だと思っていた。侵入者が姉さんを人質にしているのかもしれない。姉さんの侵入とキンクの警報は無関係なのかもしれない。そう思っていた。だが、姉さん、侵入者から離れ、ゆっくりと僕の後ろに来るんだ。姉さんと彼らは違う。ごめん弟、私は彼らの味方をするって決めたんだ。数分間だけちょうだい。数分だけでいいから、ちゃんと説明する。もういい、セイバル。ここがどこなのかよく分かっているはずだろう。ここはランデュー家が最もよく知る場所であり、列海に抵抗する最前線、ベロブルグの平和を守る中心的な要塞だ。ここにいるシルバーメイン、ここにいる全員がいつでも民たちのために犠牲になる覚悟をしている。ベロブルグのために血を流す準備はいつでもできている。だが姉さんは犯罪者をキンクに連れ込み、僕の仲間を傷つけ、エネルギー中枢を乗っ取った。ここまで来て未だに過ちを認めようとしない、ランドゥの名にふさわしいと思うのか？あんたはどうして私がここにいるかわかる？私たちはカンパを取り除き、劣界を封印する方法を見つけたの。それがこの世界が生き残る最後のチャンスかもしれない。それが本当ならどうして大守護者様に報告しない？どうしてこそこそキンクに入り騒ぎを起こす？あんたにはわからない。私たちが真実に近づくのを阻止しているのはカカリアなんだ。姉さんとそこの3人は直接大守護者様に会っている。あのお方に考えを認められなかったからといって好き勝手にするのか？聞いて、チェパード、列海の誕生と蔓延は正確に関係がある。剣僧者の記録にある隕石、それが性格のことは知っている。姉さんの後ろの罪人たちはそのために来たんだ。大守護者様はすでに真実を教えてくださった。その者たちには別の魂胆がある。剣僧者の宝を盗もうとしているんだ。大守護者様は早くから僕に警告されていた。姉さんは奇抜な考えを持ち、禁忌の知識に触れ、ベロブルグに災いを呼び込むと。だが僕は姉さんを信じていた。
民に対する忠誠を信じていた。それなのにシルバーメイン整列、彼らを捕らえろ。烈海のモンスターはいつ襲ってくるか分からない。この者たちに割く時間はない。禁忌は真実が隠されているからこそ禁忌なんだ。カカリアは私がそれらの知識を知ること、真実が明るみに出ることを恐れている。世界を救うために私たちは一か八かの賭けに出るしかなかった。もういい、私が言いたいのはそれだけだ。あんたが信じるかどうかは私には関係ない。どうせあんたの姉は昔からわがままだ。嫌いな物事や人には反抗する。決めたことは最後まで突き通す。その説明は裁判官の前でしてくれ。今受刑官として命令を下す。シルバーメインの禁区を乱した犯人を捕らえろ。これは子供の頃のお遊びじゃない。姉さん、手加減はしない。砦の故障はまだ直してないんだ。大口を叩かないでよね、弟。はあ、交渉しようとしてもいつも最後には必ず戦いになるってうちは言ったよね。無駄な抵抗だ。ステージを邪魔しに来たの？もっと叫びなさい。